今日も始まるこのポッドキャスト、エッセンシャルなもの、欠かせないもの、必要、まるで米、ご飯のように毎日食べる、毎日聞く、それが日本語コンテッペイ。米がない、米買わなきゃ、米が切れた、米買わなきゃ明日スーパーマーケットに行って米を買おう。美味しい米は新潟の米、北海道の米、山形の米、日本中どこに行っても米が取れる、米が美味しい。ご飯を食べない日はない、僕は毎日ご飯を食べる。パンも悪くないけど、パンは朝だけでいい、それで十分。僕の奥さんはやっぱりスペイン人。朝も昼も夜もパンを食べることができるけど、僕はなんとなくそれは嫌だ。理想的には朝はパン、昼は麺、夜はご飯、どう？バランスいいでしょ？楽しいでしょ？毎回違った方が皆さんどうですか？朝も昼も夜も同じものを食べる？それともノーカーボハイドレーツ、ダイエット中？今日は嬉しかった。なぜかというと、まあ子供が晩ご飯を作るのを手伝ってくれたから、いい子になったなあ。前は手伝うって言っても、むしろ汚すだけ。でも、まあ結構いいんじゃないですか。役に立つというか、手伝ってくれて本当に嬉しいですよ。そうやって子供がどんどん大きくなっていく、そんな気持ち、お父さんとしてはなかなかいいね。今日も甘いものを食べた。今日はどら焼き、ドラえもんの好きな食べ物。学校の帰り、子供の学校の帰りに二人でお店に行って買ったどら焼き、半分僕が食べて半分子供が食べた。寒い中公園で食べた。僕は子供に言った。これ忘れるなよ。子供は答えた。え、何のこと？これ忘れるなよ。6歳の時にパパと公園で学校の帰りにどら焼き食べたこと。